きチャンネルジョッ、こんにちは。さあということで今日は景気のいいお話です。はい、ね、村上が56号ホームラン、はい、日本人最多本塁打記録、うん、プラス三冠王で、はい、なんと家、はい、3億円ですね。え、いや当初1億円って言われてたのに。そうそうそう、だからなんか三冠王を取ったから3億円だから上限3億円らしいから、1000万の家でもいいわけよ、うんうん、だから上限3億円の中で、うん、でもなんかマンションも OK らしい、うん、そしたらマンションがいいです。うん、あなんか報道でオープンハウスさんが、うん、その、あの村上が1億円取った場合の1億円のマンションの部屋こんな感じですって言って、はい、マンションで3億円ってやばいよね。はい、家賃100万超えるね、貸したら、はい、いや余裕で超えると思いますよね。え、うん、でも嬉しいやろ、はい、3億円の家、3億円のマンションの部屋欲しいです。欲しいやろ、はい、多分箱間さんでもね3億円のマンションの部屋あげるって言ってももらえないと思う。え、あげるって言ってももらえないんですか。多分袴田さんもらえないと思う。え、なんでだと思う。多分青ドラ君ももらえないと思うし先生ももらえないと思う。3億円の家俺はもらえる。え、けどもらえないと思う。あげるって言ってもね、多分多くの視聴者の人は3億円の家あげますって言われたとしても、はい、ほぼほぼ100% とやらないよ。この佐々木チャンネル視聴者の中で 90% の人はあげるって言ってるのにもらえないと思う、うん、プレゼントですか。うん、でもうん、え、税金かかるんですか。プレゼントでかかる。所得になっちゃう。あ、所得になっちゃうの。もしくは贈与税。贈与税、しかもオープンハウスっていう企業から出てるから、はい、オープンハウスは多分3億円の経費として切ってるはずだから。あ、だから3億円の収入になるの。あ、ってことは、そしたら税金、まあ少なく見積もっても、はい、多分4割は払わなきゃいけないから、はい、1億2000万、キャッシュで払わなきゃいけない。あ、そういうこと？キャッシュでだよ。そっか。払えないでしょ。来年1億。キャッシュで。1億2000万、キャッシュで税金。1億2000万。ちょっと厳しいですね。だからもらえないのよ、ほぼほぼみんな。あ、そういうことか。所得になるから。はい。だからもらえない、村上とかじゃないともらえないよ。そうですね、うん、いきなりプレゼントってなって、じゃあすぐもうその家売らないとですね。うん、そうだよ。まあその贈与になるとどうなるか分かんないけど、はい、仕事上で勝ち取ったものだったら全部所得になっちゃうから、はい、あの村上の3億円の家を、もし3億円まんまの家を本当にもらったとしたら、はい、まあ1億2000万は多分税金で払わなきゃいけないから、はい、キャッシュで1億2000万いるから税金かかりますよ。ってことは、しかももし3億円のお金だったら、うん、はい、そのままそっから、まあ、そっから1億2000万払えばいいから、うん、はい、まだ1億8000万余るじゃんね、うん、でも物だから、うん、現金で、そうですね、うん、そうか、収入になっちゃうんだ、うん、ってことは村上選手の場合は今年じゃあ2億何千万円の年俸でした、うん、プラス3億円になっちゃう。3億円になっちゃうんだ、うん、でもまあその上限あるからそれ以上、はい、累進課税もそれ以上上は同じ、うん、税率だから、はい、まあ、多分まあ1億2000万だから、まあ1億2000万で買ってるようなもんだよ、3億円の家を。はあ、なるほど。だ、税金が払えればめちゃくちゃお得な話ってことですね。そう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 、キャッシュでね、うん、だって俺車、はい、フレンドパークで、うん、テレビ出て、はい、でパジェロ、はい、当たったんですか。パジェロ、そうそう、パジェロって、そうそうそう、うん、俺2回出たんだけど、はい、1回目は自分で当てて、それフィールドウィングシートの席をファンの人にプレゼントだったから、はい、車もらえなかったんだけど、うん、2回目 WBC 出た時に、はい、あれ誰が当てたっけな、誰かが当てて、はい、でパジェロもらって、うん、でもそれ500万、はい、パジェロ申告したからね、はい、所得として。あ、そっか。だからまあ仮にじゃあ4割税金だとしたら200万税金払ってるから、ね、おお、だからパジェロ200万で買ってみたいなもんだ。そういうことですね。あと重量税とかもあるし、はい、へえ。だから全部その車とか家とか大きいものもらっても、うん、あの所得になるから、はい、全部に税金かかるんです。そうですね。だからまんまもらえないからね。だからみんな多分知らないと思うけど、はい、本当今日初めて知ったって思う人いるけど、うん、3億円家いいなって思った 99% の人が、はい、当たってももらえません。辞退、払えないので辞退しますって。だから家をキャッシュで買う人じゃないと多分もらえないと思う。そうですね、うんうん、でいくらかはね、多分その贈与のいくらかまでは多分無税とかひょっとしたらあるかもわかんないけどね、うんうん、あとはあの所得と贈与でやったらいろいろ違うかもわかんないけど、はい、
あの俺はそこ専門家じゃないから、うん、専門家の人はねそこら辺ちょっとうまく書いてもらえればね、はい、コメント欄で勉強になるんでいいですけど、うん、普通にもし俺のプロ野球選手としての経験上だとやっぱ税金がかかるから、はい、そうですね。だ俺税収先生に言われてたもん、あの賞金とか商品とかもらったものは全部半額やと思えって言われてた、うん、やった100万の賞金オールスター、うん、やった200万、はい、収集選手を100万もらいましたみたいな、うんうん、だから50万ですよね。まあ、そういうことで税金で消えてくるってことですね。そう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 、200万もらいましたって言ったら100万で、はい、夢ないけどね。そうですね、うん、佐藤さんがじゃあ、 あのなんかの記録で3億円までの家あのあげますよって言われたら、うん、どうします？もう3億って言いますか？3億1億2000万払うよ。もう1億もう上限の3億でもらってきますか？うん、で税金で払う1億2000万。おっそれが一番払えるんだったらお得ですよね。うん、うん、そうですね、うん、いいですね。3億の家欲しいですね。あでもそれかあとは、うん、俺会社やってるから、はい、法人で契約できるかどうか聞く。あそうするとまたちょっと税金の額とか変わってくる。分かんないよ。そうだから個人でもらうのと法人で会社でもらうのとどっちがどうなんやろっていうのが分かんないから、うんはいうん、あとそれが認められるのかどうかも分かんないけど、はい、ちょっといろいろ聞くね。まあそうですね、うん、あの専門家の方にいろいろ聞いた方がいいですね、うん、そこら辺よく分かんないからね。お得になるように、ねうん、俺は自分の経験上と俺の場合だとそうなったよっていう話してんだけど、はい、だからそこら辺はちょっといろんな専門家の人に聞いて、はい、でも3億円のやつもらう、うん、で俺賃貸出す、はい。まあ、でも村上選手の場合は来年ね年俸がもうパーンって上がると思うんで今年の税金でもう普通に払えると思うよ、はい、まあまあそれ払えるでしょうけど、うん余裕でしょうねっていう。全然余裕、うん、来年ももらえるしな、はい、痛くも痒くないと思うよ、はい、3億円ラッキーみたいなそうですね家賃収入なのかもう資産っていう感じですよね。3億の家そんなかん、そしてあれかな外資系の人たちの住まいとかに貸すのかな、うん、あどこに3億の家なんですかね、まあ、でもそれはもうあの23区山手線内とか23区内、オープンハウスが持ってる3億以内の部屋だったらどこでもいいんですか。そう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 、あそういう感じなんですか。多分そうだと思うんだよね、うん、そしたらもうそりゃもう一等地借りる人いるのかな。大体ね20年ぐらいでペイできるのが家賃になると思うのよ、うんうん、そしたら年間、うん1600万ぐらいじゃんね、うん、だからやっぱ家賃120-130万だね。はい、まあ、借りる人全然いるんじゃないですか。いいのかな、うん、でもいいね、はい、欲しいね。まあでも欲しいけど本当あの税金いりますからねっていう。ちょっとあのキャッシュで1億2000万無理です今日はそういう商品の裏に潜むお金の話でしたちょっとなんかえーってなりました